無駄に粘りやがる。でもま、お前はもう限界だろ。お前一人でよくここまで戦ったな。一応褒めてやるぜ。それくらいやれるんなら、さぞかし邪神様も喜んでくれるはずだ。俺は一人じゃない。は？俺は一人で戦ってるんじゃない。何を言い出すかと思えば、わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。俺にはもう一人ついてる。俺の背中を押してくれる。あの人が俺の中にいる限り、俺は負けねえよ。今さら立ち上がってどうするってんだ。てめえの負けはもう決まってるようなもんだぜ。まだ勝負は決まってねえ。決まってんだよ、バーカ。いくらピーピー吠えようが、結局てめえは逃げになるだけだ。俺たちをなめんなよ。いつの間にこんな。前もってここに仕掛けを準備してただけのことだ。こいつまさかあの戦いの中で俺をここに誘い込んだってのか。ありえねえ。何者だこいつ。そこの深い穴に起爆符だ。これからどうなるか
お前でもわかるだろう。てめえ。人を呪わば穴二つ。お前は俺の死を呪い倒した。てめえだけのうのうとはしゃいでいられると思うな。そいつがてめえの墓穴だ。俺は死なねえ。必ず這いずり出ててめえに復讐してやる。この森は特別な場所でな、俺たち一族だけが立ち入りを許されている。これから俺たち一族がずっとお前を見張っておく。てめえには絶対罰が当たるぜ。大いなる裁きがお前に。そんなもん怖かねえんだよ。俺とお前じゃ信じてるもんが違う。何？俺が信じてんのは火の意志だ。よくやったな、近丸。ああ、俺の火の意志、お前に託したぞ。じゃあな。